けさ午前8時半ごろ、振り袖姿の人やスーツ姿の人がたくさんいますね。今日、富山県射水市で開催された成人式。式は午前と午後の2回に分散、時間も50分を20分に短縮した。その会場の入り口でバンキシャが見つけたのは、抗原検査お済みの方と未実施の方って書かれてますね。実は射水市ではコロナ対策として新成人たちに今朝抗原検査をするよう義務付けていた。事前に検査キットは配布したが、忘れてしまった人のため抗原検査の特設ブースを設置。検査を受けた女性は、待ってる時間いかがでした？大丈夫かなみたいな。結果は陰性。式に参加することができた。去年に続きコロナ禍で迎えることになった各地の成人式。開催、中止、延期、そこにはそれぞれの思いが。特別感はあるんで嬉しいです。今日、山口県周南市、まん延防止等重点措置の対象になった岩国市に隣接している。成人式の会場前には多くの新成人が。しかし、実は正直、人生に一度だったから、配信じゃなくて延期してちゃんと式をしてほしかったかなって思います。県内でオミクロン株による感染が急速に拡大。3日前、急遽会場での式が中止になり、ネットでのライブ配信に変更された。会場には入れないため、外の看板の前で写真撮影。インスタとかで一瞬で出回って、結構ショックでした。集まって、久しぶりに会うのが楽しみだったんで。振り袖のレンタル店では、こちらの区間はすべてキャンセルのものだそうです。68件中30件がキャンセルに。中には、関東の大学山口マンボのため帰れないと書いてますね。バンキシャが出会ったのは着付けに来ていた石井さん。かわいいかわいい、かわいい。キャンセルしても料金は無料になるというが、せっかくの機会でいろいろ準備してきたので、家族に見せて、あと友達とも会えたらいいなと思ってます。友達と向かったのは地元の神社。わかる？絵馬に書いた願いは、家族の健康、ここまで育ててくれた両親にしっかり感謝と、しっかり立派な大人になりたいなと思います。大阪では1年遅れの成人式が。昨日、バンキシャはユニバーサルスタジオジャパンへ。振り袖の子もたくさんいます。綺麗に着飾って、USJ で成人式が開催されるのは初めて。大阪市は新型コロナの影響で去年1月に迎えるはずだった成人式が2度にわたって延期。市と USJ が一生に一度の思い出になるようにと開催が実現したのだ。特別感はあるんで嬉しいです。一生に一度なんで楽しみたいです。はい。園内の至る所に普段見られない光景が。ハリーポッターのエリアに新成人の晴れ着、
ちょっとミスマッチなんですけれども綺麗ですね。上手に食べられてるわ新成人。ああ、振り袖姿でハンバーガー食べてますね。食べ物染み付けないといいけど。バンキシャが出会った2人の女性、1年前にできなかったことがあるという。中学校の手紙が先生から届いてて、自分で書いた何年後の自分へみたいな、を一緒に開けようって言ってたから、それまだ見れてなかったからショック。手紙を開けるのは成人式が終わってからと決めていた。20歳の自分に宛てた過去の自分からの手紙。懐かしい。こんにちは、覚えてるか。身長伸びましたか。かっこいい彼氏できましたか。今の関係は壊れてませんように。1年遅れで開けることができた。コロナ禍で新たな門出を迎えた新成人たちはどのような未来を築くのだろうか。